はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、どうせぽねです。今回は久しぶりにボートレース場の特徴を紹介していきたいと思います。今回ご紹介するのは佐賀県にありますボートレース唐津の特徴を3つに分けてご紹介します。もしこの動画がためになったと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまずボートレース唐津1つ目の特徴はピットから2マークまでの距離です。ボートレース唐津は淡水でプール型の広い水面となっており、満潮、干潮といったものはありません。しかしこの唐津は一個大きな特徴としてピットから2マークまでの距離が全国で一番長いのです。その距離178メートル。ピット離れや前付けで進入体系が変わる可能性が高いので、展示でのピット離れで怪しい選手がいないかチェックしましょう。さて、唐津の2つ目の特徴はコース別勝率です。唐津のコース別勝率はそこまで尖ったデータはなく、どのコース勝率も全国と比べて平均的です。イン勝率は 53% で、これは1コース最強大村のイン逃げ率 62.6%、 インコース樹南の戸田のイン逃げ率 43.1% と比べても分かる通り、ちょうど真ん中ぐらいなので、基本的にはインが普通に強い場と考えていいんですが、1の2着率は全国平均と比べて高めとなっています。これはボートレース唐津が差し水面で全国と比べて差しが決まりやすい場というのがあります。で、なんでそんな差しが他の場と比べて決まるのかというのは次の特徴で説明したいと思います。そして最後にご紹介する唐津の3つ目の特徴は風です。ボートレース唐津はかなり風の影響を受けやすい場で、コロコロと風向きも変わりやすく、予想する方もレースをする方も大変。簡単に風向きと風速別に狙い目をお伝えすると、追い風向かい風ともに緩い 1-3メートルくらいならそんなに影響ないので1コースが基本強いと考えていいんですが、向かい風 4メートルを超えるときは 3-4 コースの1着率が高くなって2コースの1着率が下がる傾向にあります。追い風 4m 以上のときは比較的差し、まくり差しが決まりやすくなります。これは1がターンを回った時膨らみすぎてしまうからで、逆に膨らまないように落として回ると外のまくりが決まってしまうというケースも起こります。簡単にまとめると、風速 3m 以下だったら風は無視、 4m を超えてきたら向かい風は2の1着率が下がって 3-4 コースの1着率が高くなる、追い風なら 2-4 の差し狙いや1が落としすぎたところのまくりも考慮といった感じになってます。最後に皆さんの参考程度に過去の唐津で行われた優勝戦のイン逃げ率を条件別でご紹介します。まず過去10年の唐津で行われた SG、G1、G2 といったグレードレースの優勝戦1着率は 53% となっており、これは平均程度。そして今度は年度別に一般戦を含めた全ての優勝戦のイン逃げ率をご紹介すると、2020年は 70%、 2021年は 55%、 そしてまだ途中ではありますが2022年6月時点では 50% となっています。まあやっぱり優勝戦だしインは逃げるよなーって感じですが、風次第では優勝戦でも穴は狙えそうなイン逃げ率ですね。まあ個人的には海水場みたいに満潮干潮とかを気にしないで風向きだけを気にすればいいっていうのと、まあいろいろ穴の狙いどころがあって好きな場ではあるんですが、今回ご紹介した唐津の特徴以外に他にもどんな特徴がありますかね。唐津がホームプールだという地元の皆さん、唐津プロの皆さん、ぜひコメント欄で唐津の特徴を教えてください。また唐津本場のグルメ情報なんかもお待ちしてるので、これ食べてみてというコメントもお待ちしてます。それではまた次回別の場でお会いしましょう。ではまた。